皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は料理教室は特別な資格許可がなくても開業できるということについてお話をしたいと思います。料理教室を開業したい場合ですね、資格や特別な許可があるかということについて悩む方がいらっしゃると思うので、結論から申しますと、ものすごく特別な資格とかは許可がなくできます。ただ持っていると有利な資格とかっていうものもあったりしますので、そこをご紹介していきたいと思います。まずですね、有利な資格、これはですね、何かその自分の業務領域においてですね、持ってると、例えばどこそこ業種の認定なんとかインストラクターとかですね、なんとかお菓子なんとか協会のなんとかインストラクターとか、いろいろディプロマとかもらってる方いらっしゃると思うんですけれども、そういう方は当然それを歌うと、技術の証になりますので、それを歌っていったらいいと思うんですね。料理教室プロデューサー、食育インストラクターとかいろいろありますよね。あとは資格とか取んなくてもいいですけど、画像処理とかウェブの、スキルはないより絶対にあった方が集客面で後でも有利です。あとはインターネットとか活用していきますので、インターネットの知識とかないよりはあった方がいいし、文章とか書けないよりは書けた方がいいみたいな、そういうところはありますよね。あと写真に関しては、これは技術としてあった方がいいし、ない方は覚えていった方がいい、必須のものに今はなってきていると思います。なので、そのホームページとかですね、その SNS はもちろん駆使する上で、何かしらそういうウェブ周りの知識とか技能とかも必要になってくるんですけれども、ご自身の本業である部分の知識技能とかもあった方がいいです。ただこれ走りすぎると資格マニアになってしまって、いつまでたっても開業できない人になってしまうので、ある程度必要な資格知識技能が身についたら、開業したいことが最終目的だったとしたら、開業を目指して本気で動いた方がいいと思います。中にはですね、ご自身が無自覚で、開業したいんだけどできないって言って5年ぐらいずっといてる人とかもいるんですけれども、その方は本当に開業したいのじゃなくて、実は学ぶのが好きな資格ジプシーというふうに私は呼んでるんですけどね。そういう方はだからいいんです。それでだから実は自分は教室開業したくないんだっていうのが自分で分かればそれでいいんですけれども、中にはそういう方とかもいらっしゃいます。で、料理教室の開業の際に特別な許可っていうのはないんですけれども、販売とかやっていくときにはやはりちゃんと保健所とかに申請出して、通信区でとか、なんか販売許可のための、調査とか入りますので、それが必要になります。ただ衛生管理士の資格とかそういうのは持っててもいいと思いますね。食品衛生の、資格とか私も持ってましたけど、1日の講習で試験受けていただける資格なんですが、食品の腐食腐敗に関する話とか、食中毒のこととかも学びますので、やはり来た生徒さんが食中毒になったっていうのはそれはえらいことになりますので、そういった基本知識は持っておく必要があるんじゃないかなと思いますので、許可がなくてもそこはねあった方がいいと思いますね。あとだから販売っていうことに関してはかなりやはり保健所のそのルールがあるので、その作った料理を販売というのは基本ダメであるということと、あとはですね、出来上がった料理を、パンとかはもちろんお土産がついてるので持ち帰りっていうのはあったりするんですけれども、料理に関してはちゃんと自分の、領域で責任の範疇をしっかりしておいた方がいいです。その持ち帰ることにより、その持ち帰りの環境によっては腐敗してしまうんですよね、食物。特に夏はいくらクーラーボックスに入れていても、なのでそのここから先でそれで何か体の調子が悪くなっても、それは責任が持てないって言って持ち帰ってもらうことはできるんですけれども、そうでない限りは持ち帰らせない方がいいです。お料理の場合は特に、パンが腐るっていうのはそうそう聞かないですけれども、洋菓子とか生菓子とかね、やはり持ち帰りの時の環境によっては非常によろしくない、菌が、増えちゃったりとかっていうことがある環境の場合がありますので、食べ物を扱う場合には持ち帰りっていうことに関してはきちんとしたルールを定めてお伝えするっていうのが必要になってくると思います。なので開業そのものには許可っていうかあれはいらないんですけれども、税務上は開業届は出した方がいいんですが、
有利になる資格があったり有利になるスキルはあるんですけれども、まあ、誰でもできてしまいます。だから余計に、差別化っていう意味でもそうですし、来てくださる生徒さんたちにより良い状態での、まあ、提供ができるようにしていく必要があるということを覚えておいていただければというふうに思います。それでは。